本山は、栃木県宇都宮市、笹井町にある山、笹井富谷連邦の数峰、栃木百名山に選定されている。本山は、栃木県宇都宮市北部にある山で、笹井富谷連邦の一方である。本山の山体には、最高峰の本山のほか、標高524メートルの春名山及び、標高527メートルの男山の、 計3つの500メートル超えピークがあり、これらをまとめて本山と呼ぶこともある。本山の山頂部は西側が開けており、日光氷連山や周囲の低山を望むことができる。春名山の周辺はかつて笹え金山として金や銅を採掘していた。春名山の山頂部には祠が置かれており、春名山がかつての山岳信仰の対象であったことが伺える。 本山への登山ルートは、主に二つある。宇都宮平成記念子どもの森公園、または、中佐彩登山口から春名山分岐、男山分岐を経て本山に至るルートと、道公園、または下佐彩登山口から、飯森山分岐を経て本山に至るルートである。これらの登山口は、国道119号の腐入街道入り口交差点を、腐入方面に少し入ったところにある。 中佐西登山口及び下佐西登山口には、登山者用の駐車場はないが、舟入街道、宇都宮寄りのところに、宇都宮平成記念子もの森公園の市営駐車場がある。また、公共交通機関だと、関東バス、宇都宮塩の室、舟入線の佐井学堂バス停が、中佐西登山口の最寄りだが、運転本数が少なく、 国道119号沿い腐入街道、入り口もよりの一律化バス停利用では、中佐祭登山口や子供の森公園口まで徒歩30から40分程度舗走道路を歩くことになる。ものの、利用可能路線は、日光東照宮、今市、石灘、塩の室、腐入の各線と広がる。中佐祭登山口からの登山路は、民家の裏路地のような道で、 春名山分岐までは一部林道を通りながら、比較的平凡な山道となっている。一方、分岐から各山頂、春名山男山本山を目指す道は、尾根沿いの道となる。男山と春名山については山頂に取り付く枝道を往復することになるが、山頂に近い部分は急坂及び岩場となっていて、滑りやすく、足元の注意が必要である。 下支え登山口からの登山路は、高尾神社付近にあるが、整備状況が良くなく、初心者にとってはやや戸惑う登山路である。山頂部はいずれも、比較的開けており、春名山からは、日光氷連山の眺望、男山からは、高原山と、那須岳方面の眺望が期待できる。また本山からの長望は、特によく、天候さえ良ければ、日光標連山、高原山、 なすだけをぐるっと眺望できる。春名さんはかつて山岳信仰の対象であったことから、山頂部には春名神社を祀った石の祠がある。ありがとうございます。